とるが、己の今の格好のジェット式いうんじゃ。昔中国で裏切り者に取らせとったポーズじゃけ。己によう お似合いじゃ。マッソへの親分。ナグモ。なんならお前、さっきスナックにおったやつじゃの。キリュウ。わざわざ小川な場所までわしらを追うてきたんか。我ナグモのなんじゃ。お。俺はそいつの喧嘩仲間だよ。喧嘩仲間。引っ込んどりゃ、キリュウ。国道の世界に首突っ込んだ、バカだれ。国道だろうがなんだろうが、こっちは赤ん坊を流されてるんだな。お前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらねえ。酔っとるんか、おさん。わしらに喧嘩売っとるんじゃったら買うてやってもええがの。命の保証はせんど。喧嘩売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃ、キリ。マッソ組相手にそがな真似してただじゃ済まんぞ。お前が俺の心配をするのか。バカだれ。誰が我のことなんか。じゃがの、我が殺されたりしたらの、キヨちゃんが泣きよるんじゃ。やっぱりお前はいい男だ。え？おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ、命までは勘弁しちゃる。お前らも適当に相手したれ。チーと痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチーとただの仇とは違いますけどね。え？相手は舛添組の極道が五人もおったんで。我や、なんちゅう男じゃ。
立てるか、南雲。桐生さんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。ん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ、完全にわしの負けじゃ。あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。安心しろ、俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけどあんたみたいな男がそばにおったらどうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。わしは決めたわ。決めた？キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。いや、おい、ちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい、話せ。いえ、話さんですね、キリュウの兄貴。わしらこれから兄弟ですけ、杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ、兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼んます、兄貴。兄貴、頼んます。わしゃ、兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ。兄貴、わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ、兄貴。